2024年も著名人が続々と結婚を発表。モデルプレスでは、2024年に結婚した主な芸能人をピックアップし幸せいっぱいのニュースを振り返っていく。随時更新、今年結婚を発表した主な芸能人、1月、ヒカキン、34、一般女性、100,000倍日、と、転写日、が重なる最強の開運日となった1月1日には、YouTuber のヒカキン、34、が30代の一般女性と結婚したことを報告、結婚報告100連発、と題して、メントスコーラ、最良のスーパーボールを浴びながら、など、YouTube 上でよく見る様々な場所、方法、ネタで報告した。秋元龍太郎、28、吉谷彩子、32、ウィズリーチ、の CM に出演し話題となっている女優の吉谷彩子、32、は、俳優の秋元龍太郎、28、と元旦にゴールイン。添島淳、38、一般女性タレントで俳優の添島淳、38、も、元旦に、新年一発目のご報告、そして一般女性との結婚を報告した。近藤昭久、37、松井玲奈、32、かねてより交際が報じられていた女優の松井玲奈、32、とシンガーソングライターの近藤昭久、37、も元旦に結婚を発表。結婚ラッシュとなった最強開運日の報告に世間を驚かせた。安住紳一郎、50、一般女性元旦に一部メディアで38歳の一般人女性と結婚することが報じられた TBS アナウンサーの安住紳一郎、50。1月4日には、名キャスターを務める同局系、ザ・タイム、月曜から金曜朝5時20分から、お正月に結婚をいたしました。家庭を持つことになりました。これからも一生懸命に朝の番組に奉公したいと思います、と生報告した。西武ライオンズ平沼翔太選手、26、森崎智美、31、グラビアアイドルの森崎智美、31、は、西武ライオンズの平沼翔太選手、26、と2023年に結婚していたことを発表。第一子の妊娠も合わせて報告した。ベリーグッドマン、ローバー、35、一般女性3人組ボーカルユニットベリーグッドマンのローバー、35、も元日に一般女性と結婚していたことを報告。第一子が誕生したことも伝えた。内田祐馬、31、日高里奈、29、声優の内田雄馬、31、と日高里奈、29、も元旦にゴールイン。声優のビッグカップル誕生に、祝福の声が数多く寄せられた。月田ゆり、30、一般男性。アマゾン制作の婚活サバイバル番組、バチェラージャパン、シーズン5に出演した元外資系企業法人営業の月田ゆり、30、は、番組撮影後に出会った一般男性と結婚を発表。ウェディングフォトと共に伝えた、谷口正史、46、平野綾、36。1月3日に結婚を発表したのは、声優の平野綾、36、と俳優、谷口正史、46。過去に舞台、チェンソーマン、ザ・ステージ、で共演していた二人の結婚発表に SNS 上では、チェンソーマン婚、と注目を集めた。